우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사과한다면 기회 어떤가 반성하고 우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사과한다면 기회 어떤가 반성하고 우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사과한다면 기회 어떤가 반성하고 우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사과한다면 또 하나씩 마시다 기회 チャンス機会という意味です。夫が伴走ンンゴウリアドラペ、ムルプルコサガンダミョンと反省してうちの息子の前にひざまずいて負けを認めて、えー、謝るならば許してあげるという話をしていますね。はいここで「ウリ」の使い方、ぜひ覚えていただきたいです。意味は本来の意味は私たちという意味なんですけれども。 このウリの使い方は韓国では本当に独特な使い方でして、えー、所属している集団や家族そしてえこう仲のいい人に親しみを込めて使うそういう独特な使い方をしています例えば自分のお父さんなのに「ウリアボジ」「ウリアボジ」「自分のおをウリナン,ンまた K-POP のアイドルでよくリーダーのことを「ウリリーダー」また一番年下の人を「 ウリマンネ,ネの意味は末っ子という意味なんですが一番年下のグループのメンバーのこと売ウリマンネ」とよく言うの聞きませんでしたかそういう感じで「ウリ」をつけて親しみを込めて呼ぶ、えー、そういう独特な使い方をしていますじゃさらに「フェサ」「会社」「フェサ」を使って「ウリ」と「ネの、えー、意味のニュアンスを説明させていただきますとじゃ売ウリフェサ」 話しますと私が所属している会社という意味合いになりますし、デーフェサとなりますと、私が所有している、自分が所有している会社という意味になりますので、売りの使い方は、所属している団体、集団、家族などに使うと、それに対して、ね、私のという意味のねは、自分だけがこう所有しているものや事柄に対して使うということが分かりますね。

話しています道だが来そしてそこに何々とろとろを使ってますね何々とろというものは何々ほど何々するまで何々するようにという、えー、意味になりますではこれを使った例文を紹介いたします喉が枯れるほど泣きましたボギーシドログウロソヨ子供が理解できるように説明してください愛が 이해하도록 설명해 주세요. 아이가 이해하도록 설명해 주세요. 고래가라와 고노현아 것도가 나의 오니 기호스케마스. 앞으로는 이런 일이 없도록 조심하겠습니다. 앞으로는 이런 일이 없도록 조심하겠습니다. 기회 어떤가. 반성하고 우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사과한다면 내가. 社長にに本日のレッスンいかがでしたかレッスンよかったなと思う方ぜひいいね押してくださいそしてまだチャンネル登録をされてない方々ぜひチャンネルの登録もよろしくお願いいたします皆さんのおかげでチャンネル登録者も2000人超えております今後も頑張っていきますのでぜひ応援してくださいそして今日学んだ え単語やフレーズそして今までのレッスンで出てきていた単語やフレーズを無料メールマガでテキストを配布しておりますぜひ無料ですので、えー、登録してみてくださいそしてもっとたくさんの韓国語のフレーズ をもっと欲しい触れたいという方は是非有料メールマガもチェックしてみてください説明欄の方に詳しいことは書いておりますまたえ今現在えオンラインレッスンも始めておりますのでスカイプレッスンにも興味がある方は是非メッセージを残しておいてください